あのちょっと名前は伏せるんですけども、あのとあるね、病院、病院っていうのかな、まあまあ精神科ですかね、精神病院みたいな、ところからですね、あの案件なのかな、企業案件っていうのかな、まあ、これ本気なのか分かんないけど、まあ、ちょっとなんか、うん、誘いというか、まあ、来まして依頼が、まあ、ちょっとあの DM、ちょっと名前は出さないけど、ちょっと DM 見せるけど、スクショの DM の、うん、これ大丈夫かな。うん、まあ、こんな感じのね、まあ、来まして、で、まあ、返信したんだけど、今ね、まだ返信来ないで、ちょっともじもじしてるんだけど、怖いね、ちょっとこれ、案件って久々やから、ほんと最後に受けた案件ってなんだ？わかんないけど、まあ、マイプロテイン、あの、体張ってっから、鍛えてっから、マイプロ、あの、天下のね、アメリカかイギリスだかの、海外のね、大手プロテインメーカー、マイプロテインからね、かつてね、案件を受けた男ですから、まあ、そんじょそこらのね、案件ではね、びくともしないけども、ちょっと精神の、あ、ね、ああいうっていうのはちょっと、まあ、僕専門外なんで、うん、精神的なクリニックとかメンタルクリニック、精神科とか行ったことないんで僕ね、うん、本当心だけはね、あの清らかなんで何の不調もなくね生きてきたんでね、ないですけど、ちょっとまあ条件とね額によっては受けようかなっていう、まあ、何をどういう案件ですか、どういう内容ですかって聞いてんだけど、まあ、ちょっとまだ分かんないんで、ね、あの内容によってはね受けてね、がっぽりせしめてトンズラかこうと思います。メッセージ、リトルステさん、大ファンです。サインお願いします。マッキー、黒いペンですね、これ。あの、ちょうどうち切らしたと思うから、まあ、まあいいわ。切らしてなかったらもう、だけど、まあいいっすわ。サインね、前ね、何回かサイン書いたことあるんですよ、この僕でも、実は。まあ、その、とある、なんつうのかな、配信者さんの飲み会みたいなの、まあ一昨年くらいかな、まあ何回か行ってた時期があって、そこでね、なんか僕のファンですみたいな方がね、あのサインくださいって言って、うん、多分面と向かってサインしたのは人に、それが初めてかな、とかまあ今のところそれだけかな。とあと昔ね、3年ぐらい、2018年17年くらいの時、任天堂スイッチが発売してすぐの頃にね、任天堂スイッチ10代プレゼント企画っていうね、くっそね、気持ち悪いね、企画やってて、とある YouTuber を真似っこしてな、くっそ、気持ち悪い企画やってて、本当に10代買ってきて、で、何人かにね、本当に抽選でね、当たった人に配送したんだけど、その時になんか、サイン書いてくださいって言われた人には書いたね。それくらいだね。サインって、難しいよな。栄養館、これ羊羹か。5年間長期保存、手軽にカロリー補給。あ、いいね、これ羊羹いいっすね。待って、うわ、いいね、うわマジか、これね、俺羊羹こういうタイプの、うわ羊羹俺好きなんよ、うん、いやいいね、羊羹で食べますね。送り主、キッズさん、
つまらぬものですが有事の際に食べてください。妻が妊娠12週くらいでつわれて寝込んでおります。千春頑張れとカメラ越しに応援してくれると嬉しいです。千春頑張れキッズじゃないじゃん。なあの、まあ、分かんない分かんない、16歳の母とか14歳の母とかの可能性もあるから、すごいね、あの若年層のね、あの中学生夫婦とか高校生夫婦の可能性もあるけど、うん、いやでもね分かるわ、座りね、あの分かります分かります、あのほんとね、まあ、僕もあの妻がね、あのやっぱそういう時期あったんで経験したけど、やっぱ辛そうだからね、あの本当こっちまでね、あのかわいそうだなって、あの何か試合たいなってだけど、結局ね、あのやっぱ、うん、当の本人が一番辛いわけで、俺が何したところでね、うん、いやそういうの女性はやっぱな強いよな、うん、送り主捨てハゲファミリーさん、いつも楽しく拝見しています。よろしければおかぶりください。シャース、直樹ふざけんなよと一言お願いします。直樹ふざけんなよ。ちょっと LINE 確認した、 LINE、うん、ビジネスマンだからさ、1分1秒争ってから LINE でね、常にビジネスを、商談あるから、お、ナイス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 です。レスリングシリーズ、ファブリーズお部屋用、つい最近入れたスプレーね、ファブリーズのスプレー、ナイスです。ちょっと待って、これちゃんとあの袖までね、あのやってね、あのこういう系の作業をやるお仕事もなら袖までやると切れちゃうからね。送り主大木戸博士さん、投げ品年収が上がったらもっと貢献しやす。年収ってことは、まあ働いてらっしゃるのかな。いいよいいよ、そういう姿勢いいよ。まあ一番は分かるよね、あれだよ、あれリストの一番上にあったあのあれよ、一番は物もいいけど、まあ、誠意とは言葉ではなく金額。ダブルキル、ダブルキル、スペシャルフォース2連チャンで当てるね最近ね。送り主ルカさん、ルカ名前だけ書いてあったっす、名前だけ。そんなに俺名前呼んだしいか、あなあ、こういうのちゃんとね、老若にゃんの、うん、男子だけだとだけかと思いきや女子もちゃんといるっていう、ただうちのチャンネル の, あのアナリティクスっていうね、あのチャンネルの男女比、視聴者の男女比を確認できるんだけど、まああの地獄なことになってるから言わんけど、あえてね、夢壊してるから、夢の国だからこっちね、まあとんでもないことやってる、あえて夢壊すから言わんけど、何これ、何これ、ハットトリックじゃん、何これ、
送り主春から同志社経済学部の大納言伝え会えぬ願いをかごな読めないなかごものに歌だに添えて送りたなんとかラム我が名は君呼ばませばいくばくかこの捨て散るの嬉しからまし。はい、くっさいですね。春から何々とかさ一番嫌いだった俺。いるじゃんよく。昔は前略プロフィールとかかな、今はツイッターとかがプロフィールにさ春からね、例えば中央大学とか春から大東文化とかさ春から通う学校進学先のなんか名前を書いてるやつ一番きつかった、うん、でそれでさ入学前からさコミュニティ作るわけでしょ、友達をさ作るためにね、入学してから浮かないようにもうあえてなんとかして友達を作っとくっていう、それ、うん、それコミュ障がやることね、うん、そんなことしないとね友達できねえようなねやつがやることっていう、身近だね。ああ何が春からどうしちゃう。さっきのリトルステ、リトルステ大ファンでサインをお願いします。これ、ね、俺がサイン書いたところで送り返せないんだけど、この、ね、書いてある住所に送ればいいの、でもめんどくさいからやらね。返品、さすがに返品、まあ時と場合によるタイムイズマネー。お、クマの学校と、電池ですね、ありがとう。電池のストックも溜まってきたよ、なかなか最近。しかしこういうね、うちの妻も言ってるんですけどね、子供のグッズとかね嬉しいね、まあ、かぶったらちょっとね嫌だけど、かぶっちゃ嫌ようだけど、やっぱこう嬉しいね。熊の学校絵本ですね、うん、と電池、ね、クソガキが多いと思いきや、やっぱこういうのをね送ってこれる経済力がある人ってのはやっぱある程度大人だね、やっぱ。ああ経済的にも精神的にも。いやいや、怖い怖い怖い。おびねし入江捨正さん、先日本とバスマジックにお送りいたしました入江です。私が幼少期に読んでもらっていた絵本を送ります。お子様に読んでいただけたら幸いです。不要な場合は処分して構いません。送り主、多摩研究員入江捨正さん、今回の品をお送りする前日にプレゼントを送ったのですが、捨正さんのところに到着するのは1月9日から17日になるとのことでした。申し訳ありませんがしばらくお待ちください。あ、捨てまさね、入江捨てまさね、ああ覚えてるよ。だんだんね、何回もね送りつけてくるやつはねだんだん覚えてきた。ああ入江いいね。You is money, you is money, right? Money.猿の一つ覚えみたいなさ、俺がさ新しくさ入れたさやつでさ安、これ安いわと思ってさ送ってくるのやめて、まあ、いいんだけど、ちょっともう外しとくわ。今日まさにこの動画終わったらすぐ外しとくわ。送り主増えるとザコシ合わさればゴジータさん、捨てハゲエヴァに乗れ、乗らないなら気持ちええ。
ーこれこれ開けにくいタイプだこれ。投げたらあかん投げたらあかん。おっおっとこれはなんだなんだなんだろう甘ギフかな。何これ星のいつでもカービィ。何これかわいいな。何これ何これ。トラのかぶり物気に入ってもらえたようでよかったです。電動歯ブラシ送ってプラゴミ増やそうと思いましたがやめました。いつもありがとう売らないで、前田さん。いやこれは売らないですけど、まあ、電動歯ブラシはまあ送らなくて正解だね。まあそれは歯ブラシは毎日するけども、まあ電動である必要ないから正解正解。これはいいんじゃない。これは子供も読めるね。読んであげれるねこれね。こうやってねこうやってグッチおいしい前田オッケーオッケー。いいよ。計算してないけどこれ本当に約 この企画始めてもう3週間2週3週間ぐらい経ったけど総額いくらになったんだろう。送ってもらったもん。おおおおバウンシアボディーソープね。わお。まあ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 、まあ、最低限。送り主ステマル高明さん。いつも楽しく動画を視聴してやす。ご自宅への嫌がらせの犯人とは結局示談等で解決されたんですか。ねまあその知らない人のため、まあ、知らない人いないと思うけどそのまあ去年かな去年か去年ぐらいにあの僕の家がねまあたびたび動画で言ってるけどあの何者かに襲撃されて、まあ、おそらくその近所の人だと思うんだけど。知らない番号からだったけど0120のやめてよ、まあ、何者かにやって襲撃されて窓ガラスにねあのクソでかい石投げられて窓ガラス割られたりとかあの玄関になんか木工ボンドみたいなのとかマヨネーズみたいなのぶちまけられてあの自転車も全部パンクさせられてサドルギッタギタにカッターで切りつけられてみたいなとんでもない襲撃をされたんですけど、まあ、結局あの犯人はあの特定されてない、まあ、要は捕まってないんで示談以前の問題あの誰がやったのかも知らないしあのもう何の進展もないって感じですね。 ただまあ新しく被害にも遭ってないからまあやられ損みたいな感じ、うん、結局あの警察署の刑事課まで行ったのよ話が。交番とかで終わりじゃなくて刑事課の刑事さんとかも来たんだけどまあやっぱ証拠、まあ、監視カメラの映像とかはあるけど仮面してるしやっぱね証拠が足りなさすぎるっていうのでまあもう無理だろうね、うん、もう1年くらい経つし経ったのかなもう無理だろうね。おーっとあ柔軟ザイアンファーファファーファストーリー空のお散歩いいよファーファいいよファーステファンさん、いつも面白い動画ありがとうございます。これからも頑張ってください。あまあ一般的捨て上げキッズね、まあ、一般的捨て上げキッズね、まあ、特にあの何あの毒にも薬にもならない、まあ、まあいいけどまあいいわいいわ、まあ、まあ年収上げてねさっきのやつで年収上げて、まあ、で直してこようか、まあ、待ってるよ。なんかこれなんかほどいなんかなんかしらんけどぐっちゃぐちゃになってた。
またファーファか。またファーファか。またファーファか。よっ、ちょっと待て。うわ、これあるんだよな、うちに。確か。いや、あげちゃったかな、誰かにあげちゃったかな。あるんだよな。マッドアイムービー。あるんだよな。まあおもちゃにね、子供のおもちゃにね。送り主ヨシキさん、この商品でお子様を笑顔にしてください。本当に なんかその通りだったと思う。気が合うね、ヨシキ。X ジャパン。お子様の誤飲には気をつけてね。いやいや。洗練されてきてる。洗練されてきてる。視聴者が。うわ、多すぎだろ、もう。何個あるんだよ、もう。嫌になるわ。もう。勘弁してあげれば、もうさ、これからさ、Amazon ギフト券1万円以外、1万円以上以外、送ってくんじゃねえ。ああ。やめれ。なんだと思ってんだよ。何これ。こんなバカでかいね、バカでかい。こんな箱に入ってると思ったらさ、これだけしか入ってねえよ。アルミホイル。ねるねるねるねさん、いらなければ返品お願いします。逆にその これを返品するその労力と時間で逆に損するわ。多分これ返品するとき100円とか200円でしょ。だったら他のことしてた方が時給換算したら儲かるよねっていう。まあこれは売らないけど、これはまあいるものだからいいけど、ヤースミンね。ヤースミン、何々ヤースとかいう系のキッズはね、最も臭いと言われてますから、ね、捨て額の中で、うん、そろそろボディーソープのストックもたまってきたね。消しとくか。送り主ドラゴン薄井さん、いつも拝見させていただいております。ビビったるものですがお使いください。最後にカメラに小野田就活頑張れよと言っていた言った後、アルプスで一万弱してほしいです。小野田就活頑張れよ。何これ。そうだ、恐れないでみんなのために、あ、金と人気だけが友達さ。送り主秋彦ちゃん、あれこいつ前もいなかったっけ。いつも動画楽しく拝見してます。秋彦ちゃんって2回言ってください。秋彦ちゃん、あきっこちゃーん。なんでこれ、何が面白いのこれ。何が面白いの。いやでもこれはちょっとありがたいですけどね、アンパンマン。最近うちアンパンマン見てるのよ、よく。おっと、
なんだなんだこれは。あー、ワンワンとウータン、お風呂で遊ぼう、ピタピタすると、これはいいですね。これはいいね。お風呂で遊ぼうピタピタセット。こうお風呂で遊べるんだね。これなんかいろいろ貼っけるね。オグリヌシモリスさん、いつも家族で楽しく拝見してます。私も2歳の娘がいますので、お互い育児頑張りましょう。美咲大きくなれよと言ってください。美咲大きくなれよ。てかさ、まあ、大きくなれよっていうことは、まあ、おそらく子供、お子さんに向けてのメッセージっていうことでしょ。ってことはつまりこの動画をお子さんに見せるっていうことだよね。うっす。俺が言うことじゃないかもしれないけどね、お言葉だけど、さすがにちょっとね、未就学児に私の動画見せるのは動画と思いますけども、せめてね、小2くらいからでしょ、まあええけど。お、あ、早速ね、アリエール、アリエール洗剤ですね、この、アリエール のポンポンって入れるゼリータイプの洗剤と、あー、わーお、ダブ洗顔ね、ダブの洗顔ね、わーお、わーお、お、お、いいね、いいね、ゴミ袋入れたばっかだ、ゴミ袋いいね、業務用ゴミ袋ね、業務用てかゴミ袋ね、オッケー。あれ、なんかメッセージ書いてないから、まあ、他のってことやな。プラネタリウム家庭、プラネタリウム家庭を、あのね、まあちょっとシャレたもの送ってきてると思うけど、残念ながらうちねあるんだわ、プラネタリウム、これではないけど、まあなんかね、やっちゃったね、しっかり捨て額履修しないと、こいつの家にはね、何がありそうでね、何がなさそうか、こいつは何が好きで何が嫌いかって、捨て額履修しないちゃんとね。まあ、もう一個のあの、ファーファーの柔軟剤、まあ、これとプラスマイナスゼロやね。やっちゃったね、これは、あれはね、ブックオフ。嘘、返品。うぇい、ヒュー。小国氏メグさん、お子様の寝かしつけに、ね、ご家族で楽しむ、あ、そういう用途なんだこれ、あ、そういう用途なの、あ、じゃあちょっとすいません、ブックオフとかクソ失礼なこと言ったけど、ちょっと保留、あ、寝かしつけできるのこれ、クソなめたこと、すいませんな、出過ぎたまでよ、ね、こんな若干のクソガキの、ね、あれが出過ぎたまでよ、すいませんね。なるほど。メグさんもリピーターやない？リピーターやない？分からんけど。お、5号球だ。5号球のボールだ。いいね、ありがとうございます。まあ4号球もいただいたんですけど、4と5があって、ほう、誰だこれ、キングカズか、あ、こいつか、奥根市いぶりがっこさん、先日トレーニングベルトをお送りしたいぶりがっこです。せっかくなんで、ベルトにつけて使うボールをお送りします。これでトレーニングを積み、プレミアリーグを支配してください。あ、あのん
ベルトにつけて使うってことは、要はあのベルトってあのあれなんだ、ボールにつけて、でそのボールを蹴ってなんか使う感じなんだ。で蹴ると飛んでかないようにできるみたいな、それで一人で練習できるってことなのかな。もういぶりがっこね、やるね。なるほど。まあ僕一応サッカーボールあるんだけど、自分のまあボロボロだし、まあボールはね友達ですから、ああまあいいでしょ。ああいぶりがっこはいいよ。またちょっと現役復帰へのね、ああトレーニングつわねえとな。森永ミスケットアンナ、これは赤ちゃんにあげれる、あ赤ちゃんにあげれるのね、9ヶ月頃からね、ほいほいほいと、オッケーオッケーオッケー、ゴミ袋イエーイで、ボディソープイエース。おぎなし、ケケチルさん、進学するなら中央大学と地方国公立大学のどちらがいいと思いますか。地方国公立大学ですかね。うん、おぎなし、ケケチルさん、赤ちゃんのお口に合うか合いませんが受け取ってください。おい、ケイスケ、息してるか頑張るよと言ってください。おい、ケイスケ、息してるか頑張れよ。送り主ケケチルさん、失礼上げさんの今の君を忘れないが大好きです。泣いたり笑ったり。あベビー忘れみ、あ無添加リップってことは、あリップクリーム、赤ちゃんに使えるリップクリームかこれ。いいね。よー、ベビーワスミ、よー。リップクリームね。ほいほいほい。おぎなし、ロアンヌさん、赤ちゃんから大人まで使えるリップクリームです。乾燥する季節なのでお使いください。米津玄師のレモンを歌ってほしいです。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛せたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降りやむまでは帰れない、切り分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光。おぎなし、オストエジルさん、チリ毛で髪の毛硬そうですね、かっこ笑い、チリチリでいつも生きていたいんですかね。ちなみにこういうのね、カトゥーン、何これ、リアルフェイスか、困るっていうか、どうしようもないんで、これ、マジでプックオフだよ、これ。うん、いいんだな、おい、いいんだな、オステージ。ああ、名前は、プレミアで待ってる。ああ、アルミホイル。ただ、俺、このアルミホイルさ、リストに入れてないはずなんだよな。アルミホイル。ね、いいんだけどさ、おぎなし、パチスロニーとバケオさん、お尻拭きです。どう考えても違うよね。パチスロニーとのパチンコはあんまやらんのだけど、おっ、Amazon ギフト商品券1000円、500円、500円、2000円。
送り主カズさん、宝くじです。500円かける、何これ、500円かける2万1000円かける1入ってます。1000円最初に開けたら第2弾。ふと宝くじ企画を思いついたので送りさせていただきます。いつも元気待つ、ありがとうございます。カメラの前で開封お願いします。不正があったと判断した場合、当選しても第2弾は送ります。すみません、ごめんなさいね、ちょっと視聴者の方分かりづらかったかもしれないんで、説明するんだけど、まあ要はこの人は、この3枚、Amazon ギフトが入ってますと。で、そのうちの1つが1000円で2つが500円ですと。で、1000円を真っ先に当てたら、なんか、なんだ、次、なんか、もっと高額を送るっていうんだけど、残念ながらこれね、書いてあんのよ。1000円、500円、500円って。書いてあるから、じゃあ、じゃあ、不正がないように、あれあるわ。なんと、真剣衰弱みたいな感じで、ちゃんと、こう、わからないように、わからないように、混ぜこずするね。混ぜこずします。うん。これでさ、頼むよ。信じてよ。うん。混ぜこず、混ぜこずするから。これ今、全く見えてない状態だからね。証拠にこれちゃんと値段が書いてある方向、値段が書いてある方をさ、下にやってからね、見えてないから、よし1000円引くぞ。本当にこれ見えてないから。うわ、どれだろう。よし行こう。いや、これかな、これでいけます。じゃあこれでいけます。いや、カメラに見せるよ。裏に値段が書いてあるから。よし、当てるぞ、宝くじ。せーの。すみません、おい、1000円、ベッドの後ろ、こっちやってないか。いい加減にしろよ。舐めたのに死んじゃねえぞ。次1万円必ず送ってこないと。舐めた真似してくれんね、カズ、キングカズ、舐めた真似してくれんね。500円怒ったぞ。俺は1円すらね、1円すら恨む男だからね。1円すら奪われたらもう死に物狂いでね、奪い返しに行く男ですから。iPhone 充電ケーブル、送り主中村敦さん、加盟。以前この中国製の iPhone 充電ケーブル3本セットを購入しましたが、全て不良品で全く使用できませんでした。君は何本使えるかな。1個も使えなかったの。試しに今1個、試しに今1個ちょっとやってみようか。ちょうど iPhone あるんで。マジで1個も使えないなんてあんの。使えたよ。ただ不良品、あ、いや、なんでもない。オープス、危ない。ちょっと今、失礼やすくなる。オープス。あ、この白いやつはね、もうね、開ける前から分かってる。なぜか知らんけど、なんか今日業者に4人、4回か5回くらい来たのよ、家に。それぞれほぼ違うやつで、なんかこれだけなんか商品名書いてあった最初から。もう早く会いたい、早くも仕事終わらせたい。はい、これくるくるくるラップ、くる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 ラップ、メッセージはなし、くる
くるくれだくる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 くれだいいことしたなわいいね9ヶ月頃から大根と豚の角煮いいよ赤ちゃん用品ね和光堂ベビーフードおいいねいいねセンスいいね送り主池田浩二さん受験期に須田さんの動画を寝る前に見るのが日課でした僕の名前の後に息してるか多いを唱えてくれると嬉しいです池田浩二息してるかはーい何これドッグフード新鮮ささみふりかけパウダー送り主リ・チミンさんご飯にふりかけては食べてください匂いが食欲を誘いお腹が空いてない時でも3杯は食べれる代物ですさあこいつの住所こいつの住所ちょっとあ、おっきょっきょっ、あ、あ、バカ正直に自分の住所変えちゃったパターンね。あ、ね。あ、ね、君はなんだ、あ。イニシャルね。イニシャル、これなんだ ?S くんかな、うん、名字 S、名前 S。愛知のね、愛知の愛知に在住のやっちゃったねちょっと待ってこれこれ、これ何脅迫これこれあのこれ大丈夫ほら俺殺されるの俺送り主コップさんスポンと倒しは気に入ったが今度はこいつをくれてやるよ料理にご使用くださいすっぽんとたわしはいらなかったけど、まあ、包丁はまあ最悪使えるかなっていう感じかな、うん、まあ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 ああもう長いよあと何個あんだよああやだよこんな仕事俺も転職しようかなくるくるくれるってさこれもあれだろいやちょっと食感が違う、うん、もうやだよあーあー違くなかったわ違くなかったわおいクレアップ汚すんだよ、まあ、いいけどさ使うからもうちょっと外しとこどんどんリストの商品少なくなっていくよもうほとんどもう生活必需品しかこじらんからさどんどんも溜まってってもらいたいもんなくなってくるなんか来たぞの冒険絵本だ
送り主ブリブリザイモンさん、小さい頃に好きだった絵本です。読み聞かせができるくらいお子様がすくすく育ったらぜひ読み聞かせてあげてください。あと何個、あと2個か。もうやだ、もうやめたい、やめたい。あなたが死んだこと昨日知らされました。あーちょっとこれはセンスいいかもしれない。ですね、じゃがりこじゃがバター、これはちょっとセンスいいぞ。うわーいいね、ありがとうございます。これはちょっとセンスいいな、ちょっとセンスいいな。じゃがりこは飲み物、じゃがりこは飲み物だな。バイ西村ひろゆき。送り主G マンさん、うわスメールバッツメール。ステラゲさんと地元が同じなのが僕の唯一の誇りです。激寒発狂芸からのゆうた調子のんのもいい加減にしといた方がいいよと言ってください。ゆうた調子乗んのもいい加減にしといた方がいいよ。蝶々さん、明けましておめでとうございます。なんやねん、ただ今日の中では一番実用的だったかもな、この3点セットは。このサプリね、ちっこくてね、かさばらないしね、マルチビタミンプラスミネラル、あとアミノ酸入ってっから、これは嬉しいんよ。毎日3粒飲んでますからね、私体鍛えてっから。で、はい、もう最後です。こちらにですね、もうすでに開けちゃったんだけど、我慢できなくてね、ソルティーライチ箱でね、ソルティーライチ箱でね、くださった、また、なんか書いてあるかな。うわうわ、名前がもうキモすぎるわ。小栗市大東京一高の大学生さん、うわこういう学歴キッズマジで勘弁して。俺もうさ、もう学歴運どうこうとかさ、もう結構無理な年齢なのよ。てか高校生とか大学生とか浪人生以外で学歴についてね話してるやつとかね、ネタにしてるやついたら結構言っちゃってるから俺無理なのよ結構。捨て上げハッピーセットの一つです。お体に気をつけて、これからも YouTube 活動応援します。まあ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 、ありがたいけどね、ソルティーライチはまあ嬉しいんで。で最後、これはアンパンマン新しい顔よ、三ツ矢サイダー、また三ツ矢サイダー送ってくれた人がいるんで、この文章を最後に読んでね、顔写ってないよ。あーもうこれ、
送り主片岡さん、スタイルさんいつも楽しい動画をありがとうございます。これ飲んでこれからも頑張ってください。応援してます。片岡気持ちいいかっていただける光栄です。片岡気持ちいいか。ちなみにもうサイダーはいらないから、片岡な、片岡以外も片岡も、もうしばらく炭酸飲料いらない。あの飲み物もう水以外ちょっといい。あの飲み物はね、あの家の中が崩壊するから送ってきたな。送ってきたやつはもうデスノートにメモってね、やっとくか。